はい、皆さんこんにちは。りなです。どうかです。リブログです。今はミュンヘンのフルーリングスフェスに来てます。日本語で言うと春祭りみたいな感じですかね。はい。ただドイツの春祭りは日本の春祭り的なのちょっと違うな。だからオクトーバーフェストの春バージョンってことだね。そうです。ということで今早速もう入ってきましたが、いい匂いする。めちゃめちゃ周りすごいです。これとかこれとかこれとかあれとか、すごいね。遊園地みたいになってるよ。そうだよ、遊園地といろんな食べ物と、もちろんビールの組み合わせた祭りです。あの奥にもなんかお化け屋敷みたいなのあるし、入らないよ。その奥にもなんか遊園地みたいなのあるし、ダメダメ、絶対にダメダメダメ。ちなみにあっちには見えるから上の方に観覧車もあります。あ、観覧車とかに乗ってもいいかもね。なんか食べ物もあれば乗り物もあればビールもあれば、でも何でも高い。あっちにジェットコースターもある。ああ、そう。ちょっと歩きましょうか、プラプラ。いろいろ美味しそうなものがあるよ。ここのフルーツとか。すごいね。あ、リンゴ飴とかイチゴ飴がある。ああ、そう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 。一緒一緒一緒。うわ、めっちゃビッグスインクある。うわ、怖っ。めっちゃ怖いじゃん。それはなし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 。あ、ゴーカートもある。日本のゴーカートみたいな。同じゴーカートだと思うよ。お、遊園地。もうガチンコの遊園地だ。おー、めっちゃ怖いじゃん。もうやめよ、そういうことはやめよ。なんかスタートしたんじゃない？スタートしたんじゃない？なんか独特な動きだね。あとこれもよくあるやつね、ネズミのチューチューの、すごい急カーブの。いやいやいや、やだやだやだ。ちなみにこのお祭りはどれぐらい続くんですか？22日から8日までだから2週間。ここでこうやって全部開いて、そう、でそれが終わると全部撤去して。そうだよ。こういうマシーンとか撤去できるんだね。そうだよ。観覧車とか。そうだよ。すごいね。オクトーバーフェストがここの同じ場所にこれの3倍ぐらいのサイズだよ。あ、そうなんだ。ミュンヘンのオクトーバーフェストもここにあるんだ。そうだよ。お、動き始めた。観覧車早っ。なんかスピード速くない？速い。日本の観覧車の倍ぐらいのスピードがある。速いね。あの奥にビアガーデンみたいになってる。ああ、いいね。あとであっちで飲みましょうか。ああ、そうだね。お化け屋敷。いや、なんか面白い屋敷？よくわかんない。あ、で、ディアンドル来てる人もいるじゃん。もちろん。音楽がすごい。観覧車のさ、一箱がでかい。やっぱりめっちゃ速い。めっちゃ速い。めっちゃ速いし、一つの箱に10人ぐらい乗れる。あ、ブランコもあるじゃん。もちろん。日本にもよくあるブランコ。あ、まだあっちにもめっちゃある。壁に乗ってみる？いや、怖い。上から見たらいいかな。乗ってみる。いや、これ一番怖くないようだよ。怖くない？この速さ。壊れない？いやいやいや、大丈夫。ジャーマンクオリティ信用してないよ。はい、ジャーマンクオリティめちゃめちゃいいよ。ではでは、乗ってみましょうか。めっちゃ高い。1人7ユーロ。乗ってみましょう。2人で14ユーロ。見て、ゲートも可愛くない？ネオンで。ちなみにここですね。1人7ユーロ。子供は140センチ以下の子供は4ユーロ。身長で分けてるんだね、年齢じゃなくて。ダンキシューン。来ました。うわ、早っ。めっちゃ早いぞ。ね。このスピード分かりますか、皆さん。だからあの乗りながらは入れないよ。止まって入ってまた乗ります。すごいスピードだね、マジで。わかんない。ヨーロッパで結構あの何その動かせるやつの中で結構でかいやつだよって書いてある。でかいよこれ。でも組み立てれるよ。なんか、うん、だから怖いのだから俺は怖いのよ、わかる？日本みたいにさ、ガチガチで組み上げてなくてさ、いや、わかんない、そういうの。プレハブみたいに、チュン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 って。大丈夫。行け、乗り込んでいきます。手前側乗ろ、手前に。広っ。1、2、3、4、5、10人乗りだね。おお、スタートした。あ、本当に動き始めました。おお、すごい。皆さん、サイズ感わかりますか？
まあまあ大きい。あっちの奥まであって、だってもう真上まで来たよ。そう、めっちゃ早い。見て見て、外をちゃんと。めっちゃ綺麗。ちなみにあっちの奥にはミュンヘンの街並みが見える。 あっちを見て、あっちの方。だからフーフェストはこれ全部。あ、そういうこと？こっちと、全部が埋まるのがオクトーバーフェスト。そうだよ。ミュンヘンめちゃめちゃでかいじゃん。うわ、ね、下り早っ。下り怖っ。下りめちゃめちゃ怖いよ。こうフル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 。だからこっち持っていい。あ、誰？パパ。じゃあ、グナオ。おお、今下通ったけど。スピード感がやばいです。あ、さっきの教官あるね。めっちゃ綺麗だね。このテントの中にあれビアホールだよ。あ、そこがビアホールなの。あ、それ。で、ここの隣ではビアガーデンでしょ。意外と早い観覧車も面白いね。ちなみにこのボックスもめっちゃ可愛くない？柄が。ああ、そうだね。で、屋根もなんか昔のドイツの家なのかな。一個一個わかりますか、このスピード感。気持ち悪くなるよ、そっちを見るとね。すごいわ。早っ。ということで、なかなか日本では体験できないスーパー速い観覧車でした。素晴らしい。だいたい10周ぐらいな。そうじゃない、多分厚みより。ああ大体10周。でも良かった。いいエクスペリエンスになりましたね。ああ楽しかった。ああ、ここから撮って。おすごいっす。ちょっとこの後もうちょっとプラプラして、なんかドイツのゲームやりたいね。見てあれ、日本でもある。あれ日本にもあるでしょ、釣りのゲーム。あ、あれも日本にある。あ、これもあるじゃん、鉄砲。ああ、でもここはなんかちゃんと、ああ、当たるとこうパリンと割れるんだ。プラスチックが割れる。日本だとぬいぐるみとかなんかお菓子が置いてあって、そこ。そうそうそう。皆さん見て奥。No, no. これはお化け屋敷じゃないですか。ああ。行ってみましょうか。No, no. ホーンテッドマンション。Repeat. Schauen Sie mir tief in die Augen. In meine Stimme. 低さが怖い。お、ドイツのお菓子。これ意味わかる？ああ、これはわかる。マイネプリンセス、これ私のプリンセス。かわいいね。ああ、食べれるのこれ？食べれるよ。ああ、これ食べれるの？ダンケ。これお土産で買っていきます。4ユーロ、500円ぐらいかな。かわいいね。これがなんかドイツのクッキーにこうカラフルなクリームみたいな固めて。ドイツのお土産とかドイツの駄菓子みたいな感じかな。で、これはこんな感じで。おお、ダンケー。かわいいでしょ。行きましょうか。これがさっき上から見えてたビアホールだね。ああ、あっちのビアホールだったよ。 あっち？ あっちだ、あのテントだ。ピンクだけじゃないよ。ちょっとまた後でビアホールに入ってめちゃめちゃ飲みたいと思いますが、ああまずは一周しましょうか。そうだね。あれこっちにもあるぞ。ああ、なんかだいたい同じもの何回かあるよ。子供、ああ、なんか面白いな。そういうのができると思うの？あ、あれは投げて缶を落としてみたいな。これ1個やる？やってみましょうか。ドイツの伝統的なお祭りの遊び。できるよ。やべぶんじゃないまるや。あの多分缶缶を。でも完全に落とさなきゃいけない。これを投げて落とすっていう。完全に落とさないとダメ。あ、全部落とさなきゃいけないの？そうだよ。厳しいね、ルールが。そうだよ。で、ぬいぐるみがめっちゃ。行きましょうか。何脱ぐの？本気を出しましょうか。すごい本気を出してるよ。よし。OK。あ、軽いわ。そうでしょ、あれ重たいよ、絶対に。思いっきり投げればいいでしょ。そうだよ。行きます。ちょっと準備のしよう。肩外れてもやらしい。よし。はい、OK。行きます。行きます。帰ってきた。帰ってきた。帰ってきたからもう一回じゃない。もう一回いいよ。やった。おっしゃ。あ、すごい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 。いけるじゃないですか。あと2発。悪くない。いきます。
すごい。あ、無理だ。あと1回しかない。そう、もう無理だね。もう無理だ。ミラクル起きるかな。いや、それはないです。壁でバウンスさせて。いや。まあ。お、ダンケシュン。もらいました。ありがとうございました。失敗ということで。そうだよ。はい、レンナのためにバラを1個。ああ、嬉しい。よかったね。嬉しい。ちなみに何ユーロだったの？3ユーロ、400円ぐらい。楽しかったです。あっちにもジェットコースターあるわ。すごい。あ、ウォータースライダーもある。あ、こっちにもビアガーデン。もう至る所でビアガーデンある。まあそれメインだから、ビールを飲むことはメインだから。またここにゴーカートあります。あっちもゴーカート。こっちもゴーカートあります。ここのたくさんゴーカートあるね。ゴーカート5個ぐらいありますね。あそこに甘いのある。あ、でもチョコフルーツとかしかないよ。チョコレートとかリンゴ飴とか。すごい。めっちゃ早い。あ、お菓子のお店。あ、これ食べたくない？これこれアーモンドなんじゃない？あ、あれか。これアーモンドで、これピーナッツ、カッシュー、で、大丸これミックスって、これナッツが。ゲットしました。お、まだ温かいよ。お、温かい。で、ミックスだから。これはちなみにドイツで伝統的なお菓子だよね。そうだよ。あ、これめっちゃいいよ、絶対に。あのね、カシューナッツとかアーモンドにキャラメルを固めたものを上からかぶせて。カリカリなの、うん、日本だとなかなか売ってない。めっちゃ美味しい。食べて。これラズベリー。うわ、おめえ、うまっ。これマカダミアじゃない？どうだ。おい、カシューナッツもあります。うん、うまい。ちなみにあのドイツの伝統衣装を着てる、レーダーホーゼって言って、男の人の革のズボンと女の人のディアンドル。あれパワフルハンマー。まあまあ、ドイツ人は自分がパワフルだよって見せるためにこういうおもちゃがいっぱいあります。よくわかりましたね。日本人だとあんまやんないかもしれないけど。あ、変化一致した。一周してきましたね。誰に連絡してますか？友達。もうそろそろ来るよ。友達が合流します。友達が合流したらビアホール行ってビールを飲みたいと思います。うん、そんな感じでいいと思います。ちなみに今日来る友達はレナさんの元彼です。はい、ということでとりあえず春祭り一周してきました。そうだよ。うわ、またあそこで、あれやばいね。あれはやめましょう。あれは絶対乗れない。ということでこの後はビワホールに行ってビールを飲みたいと思いますが、もちろんそれはメインだから。なのでこの動画はここで終わりにして、ビールの動画は別の動画にします。レナの元彼も登場してもらいますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、はい。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。